だよな。たらいだ。たらいか。わあ、面白そう。私はここで待っています。さあ、行ってらっしゃい。どうしたんだよ先生。別に何でもありません。よくって、私は乗りません。面白そうですよ、乗りましょう。そうだよ姉さん。キャーキャー。先生まさか水が怖い。キャー、楽しみと言いかけたんです。いい心配だな。
なあ、この像にもなっているスピリチュアは世界を救済したんだよな。そうだよ、スピリチュア様のおかげで世界にマナが満ちて人々が救われて、スピリチュア様は天界へと導かれたの。なんでその時救われた世界にディザイアンがまた現れたり、マナが減少してみんな苦労するようになったんだ。救いの塔が消えてしまったから、その恩恵を受けられなくなったって教わったけど。ロイド、珍しく勉強かしら。そんなつもりはないんだけど、ただ気になってさ。塔なんだから誰かが作ったものだろうし、ってことは誰かが何かしてるのかなとか思っただけで。レミエル様のような天使の皆さんがマナを与えてくれてるのかな。なるほど、興味深い考え方ね。今までは単に救いの塔を救済の象徴とのみ受け止めていたけれど、我々ではたどり着けぬ答えではないのか。結局救済を完遂せねば導き出せる答えだ。コレットが天使になったら救いの塔にも行くのかな。だったらその時にコレットに聞いた方が早いかもな。コレットの土産話に期待するとするか。そうだね。
丈夫。ファーストエイド。こんなもんさ。